そうだよ。待て！
期待すんなよ。これ頑張ったご褒美。俺のだろ。まあ計画とは違ったけど結果的に助かったよ。サンキュー。計画だと？何がサンキューだこの野郎。それじゃ。なあ、しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。ありがとうございました。あの、うん？八神です。
え？おい、八神さん、八神さん、八神さん、いい加減にしろよ。うお！やっと顔出しに来やがったか。どうも。そんなにご無沙汰でしたっけ。ああ、今ちょうどお前のことを話してたとこだ。お忙しいんですか、八神さん。別に、金になる仕事があればいつでも受けるよ。いつもエネルギッシュですよね。喧嘩も強いし。カンフーやるんですか。ガキの頃基本はかじったけど、まああとはストリートの我流だよ。だからまあ流派で言うとカムロ町流、カムロ町で鍛えられたみたいな。なんですかそれ、ちょっとかっこよくないですか。あの八神さん、ん、実はお願いしたい仕事があるんです。いいよ。どんな仕事。今来ているのはこちらの案件です。依頼人の方には八神さんの事務所の場所をお伝えしておきますから。わかった。いつも助かるよ、沙織さん。よう、お前まだ何か探ってんのか、この間の事件。ええ、何かまずいですか。いや、まずいっつうか、あれはもう終わったろ。調べてもらっても金は出せねえぞ。いいですよ、うちが勝手にやってるだけです。でもあれだぞ、お前羽村が真犯人隠してるって思ってんだろう。それであれこれ調べてるって聞いたら怒るよな、羽村は。向こうが先に俺らをコケにしたんですよ。裁判の後頭と何かやりとりは。
新谷がよく電話で話してるけどな、一緒に飲んだり仲良くやってるよ。へえ。さあどうぞ服部さん、狭い事務所ですが。分かってます、何度も来たことありますからね、八神さん。忘れてた、あ、今新谷が取材受けててよ。ねえ、八神はここにいないものとしてくださいよ。でないとお宅の読者にこの間俺が勝ち取った無罪まで怪しいと思われる。いやいや、新谷先生は大丈夫ですよ。私もしっかり傍聴していましたし。帰ります、俺はお邪魔みたいなんで。この間の裁判、八神さんもご活躍だったんでしょう。ぜひ新谷先生とツーショットで一枚。お茶をどうぞ。これはこれは、わざわざありがとうございます、城崎先生。もう何なんだよ。ったく、時間食っちゃったよ。あの、はい。
聞いたしばらく寝とけっての。変だな。
だ、見つかった。
キムさん、八神さん、どうしたの、そんなに慌てて。待てがる。わ、来た。すみません、私行きます。もう逃げらんねえぞ。お前ら何を。おう、ようやく捕まえたか、葛西さん。あなた、しつこいよ。あの子、うちの従業員です。渡しません。わからねえやつだな。あんな冗談は焼肉屋で働かせといたらもったいねえだろ。あなたには関係ありません。なあキムさん、外国人のあんたは知らねえかもしれねえが、日本にはこういうことわざがあるんだ。宝は持ち去れ。え？持ち去れ？宝の持ち腐れだろ。え？ふん。宝は持ち去れって。強盗か。まあ、あんたの場合、あながち間違ってなさそうだけど。なんだてめえ！タイヤ引っ込んでる。俺はその人の知り合いでさ、目の前で殴られてんのに見過ごすわけにはいかねえんだよ。八神さん。お兄さん、お勉強は得意なようだが、京浜同盟の葛西玄太様に喧嘩を売るって社会勉強がなってねえな。今からてめえの無知さを俺が思い知らせてやるよ、優等生野郎。Yeah!
つい。く、畜生、優等生野郎が。はあ、とっとと失せるんだな。それとキムさんにはもう手出すな。てめえは絶対ぶっ殺す。そして京浜同盟を敵に回したこと必ず後悔させてやる。おとと生きやがれ。バーカ、それは追い返す時のセリフだ。うるせえクソが。キムさん大丈夫？ああ、八神さん、ありがとうございます。でもあいつらが戻ってくる前にすぐにここを離れた方がいいです。ああ、それもそうか。八神さん、すみません。私のせいで厄介な奴らに目をつけられてしまいました。京浜同盟とか言ってたが、何者なの？最近カムロ町で暴れ回ってるチンピラの集団です。あいつらすごくたくさんいて、ヤクザも手を焼いています。そりゃ随分と力のある連中みたいだね。はい、みんなあいつらには困ってます。この店の従業員の女の子もあの火災に目をつけられて悪い仕事を持ちかけられてました。それをキムさんがかばってやったわけだ。店長として当然のことです。八神さん、あいつらに顔を覚えられてしまいました。きっとあなたを見かけたら襲いかかってきます。まあ一応気をつけるよ。私ここにいますから、困ったことがあったら言ってください。
お願いします。もしもし。カイトだ。これから綾部と会えるぞ。モグラの資料を流してくれる。さすが海藤さん。カムロ町の屋内でやってる釣り堀屋知ってるか？恋女房って店。屋内の釣り堀？そんなのあったか？俺も知らなかったけどあるんだとよ。場所は七福通りだ。先に行ってる。お前も向かってくれ。
して歩いてんじゃねえや。待ちやがれ。しばらく寝とけっての。もしもし。え？もしもし。
ありがとうございました。いらっしゃいませ。今日ちょっと帰り遅くなりそうなの。気に入った。さあ行くか。ありがとうございました。どうぞ、いらっしゃい。よ、こっちだターボ。綾部に話したら、お前をここへ呼べって言われてよ。ただ、俺も初めての場所だ。いつもと勝手が違う。俺が初対面なんで向こうも警戒してるわけか。そういうことだろうな。なかなか来ないな、綾部は。あの受付に聞いてみるか。よしとけ。あいつが綾部の仲間かどうかわかんねえ。まあそうだけど。綾部は汚職警官だからな。大っぴらにされることを何よりも嫌う。で、そうなりゃもう情報は手に入らねえ。
わかるな。まあな。ん？おい、誰か来たぞ。いらっしゃい。差を適当に選んでね。よう、釣れてるか今日は。いや、静かなもんだよ。気が散るぜ。あっち行ってろ。カリカリすんなって。あんたら綾部と待ち合わせなんだろう。誰だって。とぼけんじゃねえ。痛え目に遭いてえのか。人違いじゃないか。俺ら何も。ああ、他を当たりや。俺なんかデカの知り合いに見えるか。なんで綾部がデカって知ってんだこの。え、そのやっぱやつを知ってんじゃねえか。そうだろうがよ。くそ、汚ねえ真似しやがって。いや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 、綾部に何の用だ。言わねえと痛い目見るぜ。チンピラが笑わせんな。大っぴらなのは控えたいんだ。そいつは引っ込めてもらえねえか。いい根性してるじゃねえか。てめえらよ。まだやんのか。どうなんだこれ。もう口も聞けないってよ。もういいよ。二人とも合格だ。合格？綾部さんは初めての取引相手に慎重でね。札の情報を売るんだからな。口の固い人間かいちいちテストしねえと。じゃあこいつらは。みんな綾部さんの手下だよ。俺は綾部と初めての取引じゃねえぞ。あんたは海藤さんだろ。あんたのことは綾部さんから聞いてた。だが聞いてた以上に天然だったな。天然って、そりゃお前らが。まあ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 。で、綾部はどうなんだ。受付カウンターの内側よく見てみな。なんだこれ。そこを降りるとカムロ町の裏カジノラマンだ。ラマン、フランス語で愛人って意味だ。恋女房の陰には愛人がいるってわけよ。フランス語って柄かよ。綾部さんもすぐに来るから遊んで待ってな。これはサービスだ。釣り堀の真下にこんなとこが。ああ。よし。そんじゃまあ、軍資金もあることだしよ。少し遊ばせてもらうか。
ワンペア。ターボ、お楽しみは一旦お預けだ。綾部がいたぞ、ついてこい。どうも、カイトさん。それと、あんたが八神さん？それとも八神先生って呼んだ方がいいかな？好きに呼んでくれていいよ。さっきは試して悪かったな。カムロ署組対の綾部だ。よろしく。どうだ、ここのカジノは気に入ったか？なんだそりゃ、あんたの店かよ。ここの営業は俺が目こぼししてやってんだよ。それに登場会への見かじめも俺がなしつけて安くしてやった。俺のカジノつっても罰は当たんねえだろ。その割に今日まで誘ってくれなかったんだな。あんたは安い情報しか買ってくれねえからな。お得意様扱いはできないよ。ならなんで今日はここに呼んでくれたんだ？教令会のヤクザが目えぐられてる事件だ。あれは全部黒岩って俺の上司が指揮取ってんだよ。この間羽村を逮捕したのも黒岩だ。であんたは羽村を無罪にして、その黒岩に赤っ恥をかかせてくれた。気持ちよかったね。あれ以来俺はあんたのファンだよ。紹介サービスだ。お代は結構。こりゃ黒岩ってのに礼を言わなきゃな。あんたがモグラって呼んでる野郎の捜査資料をまとめた。この間裁判やったのも入れて3件分だ。大事に頼むぜ。もし外に漏れたらあんたの責任だ。怖いな。でももし何か間違いがあったら殺す。だと思ったよ。そのくらいの覚悟は持ってくれよ。分かった。さっき言ってた黒岩ってのはどんなデカ？黒岩はカムロ署のヒーローでね、押し出しが効いて部下の人望も厚く検挙率は抜群。警視庁のお偉方までみんな奴の顔色を伺っている。じゃああんたはなんで嫌ってるんだ？完全無欠だからだよ。あんた自分の周りにそんな同僚がいたら好きになるか？おまけに男前なんだぜ。やだね、男の嫉妬は。しかも自分は悪徳警官なのによ。いや、正直で帰って気持ちがいいよ。八神さんはやっぱ話せろね。こいつが黒岩だ。覚えとくよ。ああ、もう向こうもあんたの顔は知ってるはずだ。なんせ苦労してあげた羽村を無罪にしてくれたんだから。
なるほど。渡した資料はここで広げんなよ。事務所に帰ってから見る。人目のあるところでは出さない。それでいい？空いている時は大抵テンダーにいる。また用があったらいつでも。分かったよ。せっかくだ、俺はここでもう少し遊んでくぜ。お前はどうする？こっちも好きにやるよ。そっか、じゃあな。逃げんな、オラ！
もしかして今のやつらこれ狙ってたりして。難しいな。よし、やってるな、タボ。綾部の捜査資料を見てるんだろ。ああ、そっちはカジノの続きはどうだった？100万の価値。え、まだいけそうだったんだけどな。キリのいいとこでやめといた。じゃあ海藤さん、今月給料いらないんじゃ？それとこれとは別だろう。そっちはモグラを見つけられそうか？いや、警察も結局無実の頭を逮捕したぐらいだからな。他にこれはって容疑者もいないってことがこの資料でよく分かった。その程度の情報か。道理で綾部がタダでくれたわけだな。ただモグラの2件目の事件、被害者の国村って男の足取りが事件の直前まで調べられてた。そいつが国村か？ああ、殺される2時間前に天下一通りのこんばんワイフって店を出てる人妻ケヘルス。相手した女の子はかなえちゃんだ。じゃあ死ぬ前にいい思いしてたか。ちょっとだけ救われるな。これからかなえちゃんに話を聞きに行ってくるよ。国村がどんな様子だったか、何かモグラにつながる情報が出てくるかもしれない。いやいや、風俗なら俺の出番だろう。お前に人妻の相手はまだ早いって。何しに行く気だよ。話聞くだけなんだから。本当にお前が行くのか？こんばんワイフ、真冬ちゃんに言うぞ。別にいいよ、好きに行ってくれて。